ベンクトロニー・ピーターソンは、スウェーデン・エレブルー出身のレーシングドライバー。名字は、母国語での発音に基づき、ペテルソン、ペターソン、ペターソンなどと表記されることもある。オーバーステアを好み、激しいテールスライドを多用するダイナミックな走りが、特徴であった。ジルビル・ヌーブなどその走りに影響されたドライバーも、多く、スーパースウェード、サイドウェイ・ロニー、無関の帝王。 気候師等とも呼ばれた、アマチュアレーサーだったパニアの息子として生まれる。カートレースで名を馳せ、1968年、1969年にスウェーデン解散を連覇。その才能が、新興コンストラクターのマーチの目に留まり、1970年には、会2に参戦しつつ、マーチより、会1デビューを果たす。1971年には、 会2のヨーロッパチャンピオンを獲得。会1では2位4回を含めほ度の表彰台獲得という活躍を見せ、この年のチャンピオンであるジャッキー・スチュワートに次ぐ選手権2位となった。なキオヘン・リントなどと同等の会1回屈指の速さを持つドライバーという評価を得る。1972年はマシン開発の混乱により3位表彰台1回のみと足踏みする。 1973年にロータスに移籍したピーターソンは才能を開花。フランス GP で初優勝を達成すると、エースドライバーのエマーソン・フィッティパルディをしのぐ速さを見せ、ポールポジション9回、優勝4回を果たして選手権3位となる。1975年翌1974年はフィッティパルディの移籍によりロータスの主力になったが、 この頃より良いマシンに恵まれない不運が付きまとうようになる。新車ロータス76の失敗により旧型のロータス72を使い続けることになり、この年は参照して選手権5位と踏ん張ったものの、1975年は13位に終わる。1976年はロータス77の出来に失望し、開幕戦後にチームを離れて、マーチに復帰した。 マーチでは一勝するも選手権11位と低迷。皮肉にも、ピーターソンの離脱後、ロータスは復調の兆しを見せ始める。1977年にはティレルへ移籍し、6輪車、P34 のステアリングを握る。前年に1勝したマシンだったが、タイヤ開発問題のために戦闘力が失われており、3位1回以外は目立った活躍を見せられず、選手権14位に終わった。 ロニー・ピーターソン1978年に再びロータスへ加入し、マリオ・アンドレッティと共に本格的グラウンドエフェクトカーであるロータス79をドライブした。チーム内では同格扱いだったものの、実際はフォードエンジンやグッドイヤータイヤといったアメリカ系サプライヤーの強い要望により、アンドレッティのチャンピオン獲得が第一目標とされていた。アンドレッティには マシンの優先権や予選用スペシャルタイヤが与えられており、この年記録した4度のワンツーフィニッシュはいずれも優勝、アンドレッティ、2位ピーターソンという結果だった。ドイツ GP ではスタートで、ピーターソンがトップに出たが、チームオーダーによりアンドレッティが先行を許された。ピーターソンは無用に競り合うことはなく、アンドレッティが落としたレースをものにすることで、 シーズン終盤までチャンピオン争いを展開した。オランダ GP の時点で翌年にマクラーレンへの移籍の契約を済ませていたという。残り3戦、アンドレッティから12点差で迎えたイタリア GP ではスタート直後に発生した多重接触事故に巻き込まれマシンが激しくクラッシュして炎上した。マシンから引き出されたピーターソンは両足に 重度の骨折を負っていたものの、普通に会話ができる状態で、命に別状はないと思われた。その後、ミラノの病院に搬送され、骨折した骨を元の位置に固定する手術を受けた。手術は成功し、レース後病院に駆けつけたロータスの総睡降臨、チャップマンやアンドレッティはホテルに帰った。しかし、翌9月11日未明に容体が急変し、死亡した。 34歳没骨折部位より血管に流れ出た脂肪粒が肺、腎臓、脳の血管に詰まり血液循環を阻害する脂肪則炎症が命取りになったピーターソンの死によりアンドレッティのチャンピオンが決定その後ピーターソンのポイントランキングも抜かれることなく選手権2位が確定したエーレブルーにあるロニー・ピーターソンの像ありがとうございます